はい、これがね、タイドラインのテリオス、テリオスっていうのかな、150、垂直浮きのダイビングペンシルです。で、まあ浮きは、まあ、針の関係なんでしょうけども、頭がちょっと出てるって状態で、軽くこうやっていって、ただダイビングペンシルとしての機能を持ってますね。ドッグウォーキングもあのちょっとこうアクションを加えてあげればちゃんとできると思います。できるよね。まあ、この大きさとしては平均的な距離です。